こんにちは。陽明寺太極拳の指導している笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。皆さん、吉川さんっていう方が出されている空対の5番目のやつですね、ボール5、それご覧になりましたでしょうか。私の生徒さんたち、また初めての方が参加して、とても素敵な仕上がりの動画になっています。その帰りにね、ちょっと生徒さんで、陽子さんっていう方のちょっとご自宅に寄る機会があったんですね。そこで、陽子さんがメダカを飼っていて、うち犬も猫も飼ってたのがみんな死んでしまったので、すごく寂しかったら、なんかそのメダカ見たらいいなと思って、そんなに世話しなくてもいいし、それでいろいろ動画で調べたんですね。そしたら赤玉土を洗って、それでそこにこう沈めて、で水を張って、1日水道水カルキ抜けば、1日置いとけばね、そこに布袋草とか入れてメダカ飼うことができますっていうふうに、水替えしなくても足せば大丈夫ですとかって書いてあって、まあ本当に汚れてきたらね、変えてあげないとかわいそうかもしれないけど、なんか楽そうだなと思っちゃって。それで陽子さんがね、稚魚が、赤ちゃんが生まれたので、それをくれるって言うんだけど、待ってられなくて、そしたらたまたま松尾さんに、松尾さんってお花屋さんなのにメダカが売ってて、月曜日にカインズホームでなんか水槽か、水槽っていうかね、なんかこう水蓮鉢みたいなのに、プラスチックなのに、瀬戸物に見えるのね、軽いんですよ。でそれに赤玉土を入れて、布袋草を浮かべたり、ちょっと草を入れて1日置いといて、で火曜日にお花屋さんにそのメダカを買いに行ったの。3匹で540円でした、消費税込み。なんだけど可愛くって。白いメダカと赤いメダカと、もう一つキラキラ光るやつがいて、どれにしようかなってずっとその前でこう見て考えてたんだけど、ちょっと珍しい、キラキラするのもすごい珍しいけど、白いのいいかなと思って、で白い3匹を買ってきて入れました。なんかすごい、今朝見てみたら可愛いんですよね。そんな動画を撮りました。でも昨日の夜、その陽子さんと太極拳の教室で会ったら、3匹いると、最近3匹で売ってるんですって、奇数で。だけど、なんかね、その1匹が、っていうか、こう殺しちゃうんだって、1匹を。それで2匹のつがいになって、それで卵を産むらしいのね。ええー、と思って、で朝見たら、確かにね、1匹小さいやつをね、1匹のメダカが追いかけ回してつついたりしてるのね。でなんかそれ見て、知ってるのになんかこう見過ごせないと思っちゃって、それでちょうどお庭の花に水をやるために大きなバケツに水を張ってあったんですよね。でその水を思わず、陶器の植木鉢カバーがうちにあったから、それにね、その水を入れて、ちょっと浮き草を1個入れて、それでその追いかけ回されてたちっちゃいやつをね、すくって、そこに移したんですよ。どうなるでしょう。なんかでも、なんか環境がまた変わっちゃうじゃないですか。だからすごいなんか心配そうに狭いとこくるくる回ってて、大丈夫かなと思って、朝ちょっとね、そんなことをしていたら時間がなくなっちゃいまして、こんな動画になっちゃったんですね。この間観葉植物のシリーズお見せしたんですけど、いただいたブライダルベールがついにね、花が咲いて、もう今そこにあるんだけど、白くて綺麗なの。そんな動画撮ったり、あと近所の花クラブさんっていうお花屋さんのご主人が、陽子さんのお兄さんらしい、ちょっと調子悪くなっちゃって、お店をね、閉めてしまって、で火曜日にお店が最後って言われてたんだけど、あんまり最後に行くのは悲しすぎるから、
月曜日に行って、で、ちょっと親しくしていた奥様に聞いたんですよね。そしたらもうここにある植物は全部、あとはもう売れなかったやつは破棄しちゃうって言って、なんか植物が好きな私にとってはすごい衝撃的で、なんかね、少し足しになったらいいなと思ってお買い物しようと思って行ったんだけれど、ま、買うつもりだったベコニアを買ったり、あとシダの観葉植物1個買ってきちゃったんだよね。あと雪柳のピンクがあったから、苗を。そしたら奥さんがその雪柳のピンクの苗はタダでくれたりね、なんか端数を、切ってくれたりして、なんかかえって申し訳なかったっていうか、サービスをすごくしてもらいただいちゃったんだけど。あと多肉植物とかもう本当に半額ぐらい安くしてあって、ああ、明日でもうこのお店終わりなんだなと思ったら、ちょっと寂しい気持ちになって、あ、火曜日に行かなくて本当良かったと思いました。月曜日に行ってきました。で、まあそんなのでちょっと植物も増えちゃったんだけど、まあ増やさないつもりのミニマリスト目指してるんですけど、まあ大好きなものはいいよね、ちゃんとお世話するから。今は、アジサイが何しろ、まあ、アジサイが好きなんですけど、アジサイっていうね、やっぱり植物はね、ちょっと鉢が濡れてたって、毎日水が欲しい時期なんだよね。直植えしてたってですよ。もう、なんかすごく水が好きな、やっぱり植物で、この花の時期は特にね、だから、もう毎日なんか夕方水やりしたりしています。だけどおかげですごい綺麗にアジサイも咲いてるんだけど、ちょっと日向にあるのはもう昼間こんなしおれるのね。で、夕方水やると早朝見るとすごい綺麗にまたもう復活しています。なんかちょっとお日様を遮るようなヨシズみたいなものをかけてや、あの囲ってやろうかなとかいろいろ考えてますけど、まあ花の時期終わったら日当たりのいいのもまあ大丈夫だと思うので、来年の花付きのためには少しいいのかなと思ったりしています。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。太極拳の部分稽古の方もちゃんと撮っていきますから、この私の趣味のブログ形式の動画も楽しみにご覧ください。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもね。ではまた。メダカくんを飼ってしまいました。動かないかな、いる。いた。ほら、ここ。3匹います。映らないけど、餌をあげたらちょっと上に上がってきた。餌をあげたらちょっと上に上がってきました。動かないけどもぐもぐしてます。白メダカ、この亀みたいなのがプラスチックなんだよ。すごいでしょ？全くわかんない。今日のお昼のランチです。全部昨日の残りです。昨日は、冷蔵庫の、お掃除をしようと思って、もう買い物にも行かなかったんですよね。これから行きましょう。レタスに、おかかをかけて、醤油とごま油をかけただけのものです。そこに、これはね、ズッキーニ。これはサラダオイルで焼いて、それからポン酢をかけただけのズッキーニ。これはセロリです。セロリを刻んで甘酢につけて、マリネ風にしたものです。
トマト添えました。これはもう、スパニッシュオムレツの卵少なめってやつですね。鶏の胸肉を、が残ってたのね、冷蔵庫に。それでそれを刻んで、ハムも刻んで、新玉ねぎと、ピーマンと、あと卵と、まあみんな炒めて、ちょっとトマトケチャップをかけました。塩コショウしてあります。メインのおかずがもうないけど、買い物行かないで冷蔵庫の処分をするためにこんなおかずでした。これはぬか漬けのかぶときゅうりです。野菜たっぷり。今日のランチです。昨日はこれにスープがありましたが、もう飲んでしまいました。ブライダルベール、花が咲き出したの。なんかかわいい。忘れてたけど、これほんとかわいい観葉植物だったのに。あ、ちょっとこれ、なんか増やしちゃうかもしれない。ブライダルベールが咲き始めたの、今椅子に乗って上から撮ってる。あら、花が映るかな。かわいいでしょ、ほら。なんか久しぶりに見たブライダルベール。かわいい、これ。なんか懐かしいな。もうやっぱり、ぶら下がってるのはなかなかかわいいんですよね。いいね。すごいいい感じ、上から。なんかカメラじゃこの可愛さがなんかわからないね。すごい可憐な感じなの。昨日花クラブさんっていうね、近所の花屋さんに行ってきたんですよ。なんかご主人がご病気になっちゃってね、今日でもう閉めちゃうんだって。で、もともとベコニアとか夏のお花を買う予定だったんだけど、なんか閉まっちゃう日とかだとちょっと悲しいから1日前に行きました。こんなシダの観葉植物を買ってきたり、あとベコニアも買ったりしたんだけど、もうね、全部残った植物は破棄しちゃうんだって。なんかそれを聞いたらかわいそうな気がして。これと、ピンクの雪柳、それとベコニアを買ってきました。観葉植物好きはやっぱりちょっと、シダ、昔やっぱり東京にいた時に育ててたかもしれない。でも改めてすごくライムグリーンで綺麗です。こんな、なんか、のびのびしてて、これ綺麗に育てたいな。ねえ、いいでしょ、これ。もう物を増やさないようにしてるのに植物がまた増えちゃって困るね。まあ好きなものだから一家ちゃんと世話するから。梅を届けてくれた友達はこのミルクブッシュを見て、はあ、どこが可愛いんだって顔して帰りました。そうなのかもしれないけど。いいよ、これ。今度、うちに見に来てください、皆さん。はい、今日の残り物ランチです。わかめの味噌汁。これは、戻したわかめをポン酢をかけたもの。紫玉ねぎをいただいたので、トマトに玉ねぎ、スライスを入れて、いつもの私のドレッシングをかけたの。ゴーヤ、炒めて、塩昆布、きゅうりと、かぶのぬか漬け、あと、鮭ですね。今日のお昼ご飯。
全部昨日の残り物です。